はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのモーギス型ラクドスの BO3 ガスマッチ動画ですね。今回は対スルタイランプなのですが、スルタイを使っていて一番きついなと感じたのがラクドスだったので、実際にラクドスを使ってみてどういう点がラクドス戦で有利なのかということをマッチを通して動画にしてみました。とはいえ、やや有利程度なので、どういう展開であればスルタイが勝ち得るかということもマッチを通してだとわかるかなと思います。今回のリストはモーギスまで採用していて、かなりアグレッシブなタイプのリストですね。使いまかまどコンボや悲哀の徘徊者を使うことによって、早いターンからだいぶでかいサイズで殴れるようになっています。はい、ということで実際にどんなマッチになるか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手、まあキープはできるハンドかなと。とりあえず、黒マナを持っていきますかね。先手ということで、解体者を安全に走らせることは可能かなと。さあ、相手はワンマリガン。青黒ランド。まあ今だとスルタイランプの可能性がかなり高いですね。さあ、ということで、とりあえず解体者を走らせていく。まあできれば次のターンは、土地を引いていきたいですが、スルタイですね。まあ螺旋か除去を構えてる形かなと。ここは螺旋を打ってくる感じですかね。次のターンまだ相手が、4マナであることを考えると殺意が高い方を出していくのがいいかなと。次のターンかまど使い魔を出すことによってだいぶ打点を入れていくことができますね。さあ除去を打ってくるかどうか。まあ何かしらのスペルは持ってそうですね。小道をサクってくる。螺旋、まあ、除去を探しに行った形ですかね。お、ここは通っていく。これは何もなさそうですね。ということで、最大打点を入れていきますか。これでさらに9点クロック。残り6点まで。まあ、解体者で4点を飛ばせるということで、かなりいい回り方ですね。相手がニッサーだと、勝ち確定の盤面かなと。メインにススの儀式なんかがあると、まだわからない形ではありますが。さあ、森から。まあ、戦争の犠牲も大丈夫ですね。ハイドロイドを X に、まあ、除去を引きに行った形ですが、これはなさそう。さあ、ウイゴサライから OK ですね。OK。さあ1本目勝って2試合目。これはかなり微妙な反応ですね。相手が、スルタイランプということで、この遅めの反動はキープしたくないかなと。土地ゼロ、まあシャーナシのマニガンですね。相手もダブマニかであれば、まあまだワンチャンはありますね。さあ相手はこのダブマリの反動をキープするかをかなり迷っていますが、まあこちらは、キープしていけるかなと。いやこれ使い魔いらないか。まあこれでいきますかね。さあ相手はスクライランドからスタート。
土地を引いてくる。さあ、そして魔術刀メガネ。まあ現状徘徊者の能力を止められるのが一番きついですかね。おー、かまどを指定してきましたね。まあ現状全く影響がないので全然大丈夫かなと。さあ、スクライはトップ。さて、さらにサクッてスクライから、4点で殴っていくと。小道起動から、この流れは全体除去。おお、ポルクラノス、なるほど。4マナクリーチャーということで現状何もできないですね。さあ、ここは職員からニッサ。まあ土地をパクって殴っていきますかね。島をアンタップ。お、殴ってくる。どうしようかな。いや、次のターンにニッサを確定で落としていきますか。まあ、アンタップするので。これで、まあ、確定でニッサを落としていけますね。まあ、徘徊者をブロックしてきましたね。徘徊者で島を探ることによって、さらにプラス2、プラス0の修正を受けると。モーギス。現状ボトムかな。さあ、これで、ニッサと、土地を除去ることができたと。さあ、ここはスクライランドで、ボトムに送っていく。お、もう殴ってきますね。ここも土地か。かなりこれは厳しいですね。相手はポルクラスモスの、能力でクリーチャーを除去っていくことは可能ですね。先にここを除去ってくるかどうか。能力起動でモーギスを倒していく。ただ現状土地を引きすぎているので、かなり厳しいですね。スペル4枚だけかな。さあ、スクライはここもボトム。弱いですね。まあ、殴ってはいきますが。ここは一旦止めてくる。まあ、あまり出す意味はないですが、アタックが通れば、もう獣なので、先に出していくと。おー、なるほど。弱い。かなりきついっすね、これは。まあ、未開始を切ることによって、徘徊者を出すことはできますが、さすがに土地を引きすぎているので、だいぶきついですね。戦争の犠牲。かなり厳しい。
まあここはもう引いたものを出していくしかないかなと。6枚、これで、ポルクナノスがもう1回出てきますね。いやさすがにこの引きはかなり弱い。さあ12-12から使い魔、相手はどちらのクリーチャーも、ポルクラノスで倒していくことができるのでかなり厳しい、盤面かなと。ショックイン、まあ、起動コストを構えていると。からウーロ、まあポルクラノスまで入れてくるとなるとガイアカナシアカンもガン積みでいいですね。4枚とも相手ウーロを抜いてきてる可能性はさすがにないとは思うんですが、ウイゴサライがまあ刺さらない場面も結構あるのでウイゴサライの方の枚数を減らしておきますかね。まあ遠眼鏡はおそらく、1、2枚しか入ってないと思うので縦割りは入れなくてもいいかなと。さあこれでいきますか。さあ負け戦、かまどはないが、まあ悪くはないですね。とりあえず小道を切って、3ターン目3マナを確保していきたいかなと。相手も小道スタート。お、小道を切ってこないということは土地が少ない可能性が高いですね。小道小道、肉技場で死なない悪魔から出していきたいかなと。相手はここで、お、切ってこない。となるとかなり土地が少ない可能性が高いですね。お、これは切り忘れか。さあこれは2点追加で、飛ばしていくことができますね。さあ2点飛ばして残り16まで。これは長所を持っている形かなと。お、ショックインからそのまま5、ランクルから、いやどうだろうな、開始ポルクラノスなんかの可能性を考えると徘徊者から行くかな。まあ一応肉技場への受けはできますね。ショックインしてきたんで、まあ何かしらを構えてることは確定ですか。おー、なるほど、それはまあ、大丈夫かなと。さあ3点入れて残り13。まあ一応これ墓地対策にもなるんで入れてきた感じですかね。ここで肉技場の叫び。相手ショックイン、あー黒魔か。さあ残り10、土地はいらないですね。まあ、徘徊者は追放されてしまいますが、ただもう一回肉技場がない限りは割と有利な盤面かなと。肉技場、これは勝ってますね。さあランクル速攻で6点入れてぴったり削っていくと。 OK、
はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ1試合目なんかは特にね、このデッキのいいところが出ていたかなと思います。ただまあ2試合目を見てもらったら分かる通り、入ってる1枚1枚が強いわけではないので、マナフラットからのトップ勝負になってしまうと基本的には負けパターンという感じになりますね。スルタイ側からすると、ウイゴサライでウーロやハイドライドを奪えるのが一番きついので、まあ、ウイゴサライをケアしないといけないのですが、ケアしながらとなるとかなり動きづらいということもあって相性的に結構辛いという感じですね。まあ、ラクドスは使った感じ、負けパターンのほとんどがマナフラットなので、マナフラ負けが嫌いという人は使いづらいかもしれないですが、メタ的には、ね、結構足し位置がいいデッキではあるので、よかったら皆さんも使ってみてください。はい、ということで今回は以上になります。よかったらね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまたね。